なでしこジャパンの宮間綾選手と福本美穂選手が今日岡山ユノゴーベルを応援する地元のラジオ番組に生出演しました。松井記者の取材です。福山の方にもこんなにたくさんのファンの方がいらっしゃるっていうのを初めて知ったのですごく嬉しいです。津山市の商店街に面した FM 津山のスタジオです。地元のコミュニティ FM になでしこジャパンの2人の代表選手が出演しました。宮間選手は壁を感じたことがないとお聞きしましたが、試合練習後の課題を壁に感じずにどのように受け止めているのでしょうかと。言葉にしたら壁なのかもしれないですけど、自分でそう決めてしまうと壁になるので、壁っていうふうに思わずに、それこそ課題というふうに受け止めて、また次の練習に生かそうと思っています。普段ブースの周りには 4,5 人程度しか集まらないということですが、今日は宮間、福本両選手が生出演していることもあり、たくさんの人が詰めかけています。いつも試合には見に行ってるんですけど、こんな近くで見ることは初めてだったんで、すごい嬉しかったです。プレー中はかっこいいんですけど、なんか素は可愛らしかったです。2人は試合中とは違い、時折笑顔を見せるなど終始和やかな表情でした。まだまだという試合もあるんですけども、試合を積むごとにチームとしても成長していってるんじゃないかなと思うので、残り試合集中して頑張りたいなと思います。2人はこの日曜日にオリンピック前最後のリーグ戦をホームで戦い、翌日からなでしこジャパンの合宿に参加します。